どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレルのガズでございます。今日はですね、Gラボウクレレポップアップショップの、ちょっと面白い展開について皆さんにご報告でございます。ガズレレで Gラボではですね、ウクレレを試奏できる機会を設けているということで、2022年からポップアップショップということでのいろんなところに行って、皆さんにこう Gラボのウクレレに手を取っていただきたいということでやってたんですけど、今回新たな試みとしてですね、島村楽器さんの店舗でですね、ポップアップショップというかコラボ、ショップをちょっとね、展開していこうということになってます。まず第1弾、2023年の1月7、8、9でございます。ララポート湘南平塚島村楽器店さんで、初のちょっと試みなんですけど、店舗でのね、試奏会ポップアップショップ、販売会をやろうと思います。これは3日間3連休なんですけど、ガズの参加はないんですけれど、Gラボのウクレレのフルラインナップの展示がござったりですね、あとはそのいろんな相談、Gラボのね、もう声優スタッフたちがそこにおります。そこでまたいろんな質問に答えたりだとか、もちろん一番ね、してほしいのは、まあ、思想とか実体験ですかね。うわ、すごい。これを体験していただきたいなというふうに思っております。ちょっとね、ご都合つく方、ぜひ、島村楽器ララポート湘南平塚店の方に、遊びに来ていただけたら嬉しいなということでございまして、今日はその告知動画となっております。ぜひ皆さんですね、この概要欄の下にですね、そのことについて、特集しているホームページの1枚を貼っときますので、URL をね、そこちょっとご確認いただいてですね、ぜひお越しくださいませということでございます。はい、今年の2023年はそんな形でいろんなところとコラボしたり、引き続き独自のポップアップショップだったりガズレレのイベントだったり、いろいろあちこちでね、ワイワイこう活動を広げていこうと思ってますんで、引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。